生活の面倒ごとに止むこともなく煩わされるように、男の顔は止むこともなく冬の寒風に吹かれた。男はコートを閉めて両手をポケットに入れた。早足で進んで、あるカフェのドアの前まで歩いて中に入った。カフェの暖房で男は少しリラックスした。ちゃんと装いを整えているウェーターは丁寧に聞いた。いらっしゃいませ、お一人様ですか？手を伸ばして頭の上にある雪を払った男は小さな声で答えた。いいえ、待ち合わせですが。青いスーツを着ているお方ですか？どうぞこちらへ。何台かの机を通り過ぎて、男はウェーターにある青いスーツを着ている男の前まで連れられた。すまないジャック、遅れて。いいえ、こっちがいつも早く着きすぎるだけだ。ほら座って、ブラックコーヒーを頼んでおいた。構わないよね？もちろん構わない、ありがとう。男はコーヒーを持って一口飲んだ。コーヒーの香りとともに苦い味は男の感覚に衝撃を与えた。確かに苦いコーヒーだが、その生活の方が苦い。コナー、話は聞いた。これからどうするつもりだ？コナーと呼ばれた男はゆっくりコーヒーを下ろし、冷たい手で温かい白磁のカップを包んだ。一刻のぬくもりを楽しんでいるのか、復案を考えているのか、しばらくしてコナーは口を開いた。訴訟以外、何のつもりもない。訴訟はうまくいかないと聞いたが。ええ、でも、負けたくない。どうせ解散するなら、自分のものを取り戻すんだ。財務諸表を変えたなら、きっと手抜かりがあるはず。その訴訟はこんなに長く続いたのに、手抜かりが一つも見つからないじゃない。もう少し時間をくれれば、きっと見つける。奴は俺の道場を利用した。この件はただで済ませられない。どれほどの時間がいる。まだ使えるお金をどのぐらい持っている。その訴訟のためにどこまで東奔西走できる。生活は続けなければならない。そうだろう。自分の立場が分かっている。分かってるんだ。心配してくれたのをありがたく思っているよ、ジャック。でもそんなに心配しなくてもいい。打ちひしがれさせるためにあんたに会いに来たわけじゃない。訴訟には勝ち目がなくて、あんたも仕方がないと言うなら、他の方法をやってみてもいいと言いたい。俺を信じているなら。他の方法？神を信じているか。今だけは、冗談はやめておけ、ジャック。冗談なんかじゃない。コナー、ヘンリーのことを知っている。ビジネスで失敗してから、ボズダンという小さな町へ行って帰ってきてから、突然、何もかも順調に行った。あいつは神様の啓示を得たからと奴は言った。そんな謀説を聞いてコナーは笑った。ジャック、まさかそんな話を信じてるのか。俺も信じなかったが、一回言ってみたら信じるようになった。今信じないのはまだそれを体験していないからさ。信じた方がいいよ。ボズダンへ行っても多くの時間はかからないし、週末で往復できる。今日は金曜日で、夜出発すれば土曜日の朝に着く。そっちで2泊して日曜日の夜に帰るがいい。運試しだと思えばいい。収穫があればもちろんいいが、収穫がなくても気分転換だと思ってもいい。黙ったコナー。運か、今彼に一番いるのはまさに運。ジャックはコナーの躊躇を見破ってポケットから1枚のカードをコナーに渡した。行ってみろ。着いたらこのアドレスへ行って、俺が紹介したと言えばいい。コナーはカードを持ってよく読んだ。それはジャックの名刺だ。その上にボズダンのアドレスとある電話番号が書かれてある。隣にアルベルト・フェルソンという名前もある。コナーはカードをもらった。ありがとう。後で改めてお礼をする。友達だからいいよ。幸運を祈る。ありがとう。いわゆる戦地と啓示は本当にここにあるのか、本当に来るべきだったのか。まずはフェルソンのお邸だよね。ベルを鳴らして、電子ベルは銅のベルに似た音を出した。メインドアの上に獅子や剣やトゲの模様が描かれている。その複雑で古典風な模様がこの家族の歴史を暗示しているようだ。
冬の日当たりに照らされるところには平和しか見えない。ここのすべては建物からガーデンまでドアまで古色騒然としている。なんとなく現代の街から離れた気がする。誰もすぐ答えてくれないから、コナーがカードを取り出してもう一度アドレスを確認すると、突然ドアが開けられた。ごきげんよう、ようこそいらっしゃいました。ご用件をお伺いしてもよろしいでしょうか。ジャックに紹介されてこちらに参りました。こちらは私を助けてくださる当家がいましたので。メイドはコナーが持っているカードを見た。その礼儀正しい微笑みを持ったまま、彼女はどうぞ上がってくださいというような合図をした。どうぞお上がりください。今すぐ旦那様にお知らせいたします。お客様がいらっしゃいましたと。ありがとうございます。メイドが持ってきた香りがあふれる紅茶を飲みながら、お茶に詳しくないコナーはただ美味しいと思った。応接館を観察した。ここはたくさんの美術品が置かれてある。さっきメインホールに熊の頭の標本が飾られていた。どう見てもこの場所は、来た者にここは自分にふさわしい場所じゃないと思わせるほど大げさに誇示しているとしか思えない。来たるべきじゃなったようだ。コナーが後悔している時、ある50代の男性は来た。鉛色のスーツを身につけた彼は老紳士に見える。こんにちはミスター、あなた様はジャック様のご紹介でここにお越しになられたお方ですね。私はアルベルト・フェルソンと申します。アルベルトと呼んでいただいて構いません。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。私はコナー・ドンセ。コナーでいいです、アルベルトさん。かしこまりました。コナー様、ジャック様に紹介されたというなら、話は大体お分かりになっていらっしゃいますね。ここに人々に啓示を伝える戦地がおられるとしか存じません。今、事情があって、とても難しい立場に追い込まれております。この件で、ジャックにここに来ることを勧められました。誰でも困る時はあります。どんな目に遭われたか、心中お察しいたします。コナー様がここで啓示が得られるよう祈ります。しかし説明しなければいけないことがあります。何でしょう。以前は確かに儀式で啓示を伝えられる戦地がいらっしゃいましたが、このお方アベルインノース様はもう1ヶ月前突然死でお亡くなりになりました。何だと。コナーの震えている手が熱いお茶をこぼすところだった。どうかお悩みにならないでください。コナー様、何の収穫もないとは限らないからです。戦地の役目は神様の声を聞き、それを理解して人々に伝えることです。神様の声がお分かりになるなら、あなた様も直接に神様と交流なされて、あなた様の啓示が得られます。私は魔法使いではありません。呪術に詳しいわけでもありません。呪術についての知識など不要です。最も重要なのはあなたよう自身です。アルベルトはコナーに親切な微笑みを見せた。どうやらコナーを信じているようだ。ご精があるだけで十分なのです。カップを持って眉を潜めてカップの中のお茶を見つめているコナーには、液体の中に躊躇している自分が見えた。逆にアルベルトはコナーの迷いを予想していたように涼しい顔をしている。ご判断しかねることだと重々承知しております。儀式は本当に役に立つか副作用があるかご心配していらっしゃいるかもしれませんが、保証できることがあります。アルベルトは体を少し前に傾けてコナーの迷っている目を直視する。実はあなた様がお越しになる前、ここにお越しになった他のお方も 2,3 名いらっしゃいました。このお方も直接に神様と交流なさって、ご自分の啓示を得られて満足されたままお帰りになりました。試してご覧になっても悪いことではありません。あなた様もあのお方のように満足されたままお帰りになれます。八方塞がりの立場に追い込まれたとおっしゃいましたね。ならご確認なさるのはいかがですか。何もせずにお帰りになるよりいいではありませんか。私はどうすればいいでしょう。とても簡単な儀式でございます。儀式の時、儀式をなさるためにコナー様は一人である部屋にお入りになって目隠しをなさってください。
その後、私の指示によって行動なさってください。部屋にあるマイクでコナー様にご説明いたします。はい、わかりました。0時に儀式が始まりますので、午後11時前に屋敷にお帰りになってください。そして儀式についてのルールを説明いたします。その前に、ここにいらっしゃっても構いませんし、街をお散歩されても構いません。今お部屋を用意いたしますので、ここにお泊まりになっても構いません。唇を噛んで、強くうなずいたコナー。どうもありがとうございます。アルベルトさん、なんとお礼を申し上げたらよろしいでしょう。大きな声で笑うアルベルト。感謝されたいから人を助けるような凡庸なものではありません。ありがとうございます。アルベルトさん、同じ言葉は2回言う必要がありません。さあ、長旅でこの町にお越しになってお疲れになったでしょう。何かを召し上がってお休みになるのはいかがでしょう。ええ、列車を降りてからすぐこちらに参りました。朝食も食べておりません。質素な食事でもよかったら。十分なおもてなしもできず本当にすみません。いいえいいえ、それで結構です。ありがとうございます。フェルソンのお邸で朝ごはんを食べてから、アルベルトは用事があって先に行った。コナーは屋敷で荷物を預かってもらい、時間がたくさんあるから、外で散歩することにした。美しい景色がある辺鄙な町で、冷たい風の中でも温和が感じられて、周りの面倒なことが忘れられる。ずっと緊張していた神経がリラックスできる。午後まで散歩して、お腹が空いたコナーには近くにある宿が見えて、レストランがあるかもしれないと思って、そこへ行った。中に入るとき、2人の大学生くらいの女性が宿から出てきた。無意識に女性たちに視線を落とした。それは黒髪の子と金髪の子。黒髪の子が自分の視線に気づいて、その落ち着きがある瞳が自分の方向に向けられて、自分を観察しているようだ。その子たちはすぐ行ってしまった。コナーはすぐこの件を忘れて注文した。料理はすぐできた。コナーがご飯を食べているとき、店主に声をかけられた。あなたはフェルソン様のお客様。耳が早いですね、この町の人は。小さな町だからさ、よそ者が何人か来た、そんなことすぐみんなに知られるよ。そうなの？私以外他の客がいますか？さっきのお嬢さんたちのことよ。そして青年が一人いる。もうすぐお互いのことを知るだろう。それはどうでしょう。亭主は笑った。なんで笑ったかコナーにはわからない。その通り。一つ聞いてもいいですか。いいよ、答えられることなら。アルベルトさんから聞きました。前のセンチさん、アベルインノースさんは1ヶ月前亡くなりましたと。墓地はどこですか。ちょっと見に行きたいです。あっけに取られた亭主、まさか今でもその名前を聞くとは。あの子のためにお墓参りをするつもりのか。いいえ、ちょっと気になるだけです。え、いいでしょう。町の果てにある。今から地図を持ってくる。宿は客のためにいろいろなガイドと地図を用意しておいた。亭主はすぐ1枚の地図をコナーに渡した。地図の上で説明した。墓地は町の果てにあって、そこまで歩くなら45分ぐらいかかる。墓地の位置が分かったコナーは亭主にお礼を言って、急いでご飯を食べてしまって、地図を持って墓地に向かった。あのセンチはどういう人なのか調べてみよう。救いがない弱虫だ、俺は。ここの風は普段より強そうだ。冬の中に特に荒涼に感じられる。両手をポケットに入れたコナーは墓地に入った。アベルインノースの墓はどこなのかと、墓守に聞いた。エリアさん、第2行目。ありがとう。まさかアベルの墓に来たとは思わなかった。あなた、その姉の友達。いいえ、ただあの人を見たいだけです。変だな、なら気をつけろ、フェルソン様のお客様。間もなく、コナーはエリア3に着いた。エリア3の入り口で、ある墓の前に立っている、ポニーテールをしている黒い服の女性が見える。近寄って、女性の後ろで、彼女の泣き声が聞こえて、墓の上にある字が見える。アベル・インノース。
後ろに人の声が聞こえて、女性はすぐ振り返って、敵意を持っている目がコナーを見て、少し下がった。アベルの名前を聞いてここに探しに来たんですか？はい、そう。その答えを聞くと、女性はすぐ走ってきてコナーを押し倒した。突然の異変で、コナーのバランスが崩れて地面に倒れた。グラグラしているとき、女性の質問が聞こえた。もう1ヶ月も前に死んだのに、なんでまだあの子のことを放っておいてくれないの？なんで私たちのことを放っておいてくれないのよ？いいえ、ち。その、神様と関わり合いたいなら、自分でその、神様を祀ればよかったのに、なんで私たちを盾にしたのよ？